長い間頑張ってくれたあなたと師匠さんをねぎらうために紹介は小おばさんのお店の料理を注文しました。ぜひ休憩してさらに続く復興計画のための準備をしてくださいね。あんたたちが金人口のために頑張ってくれたことは知ってるよ。ゆっくりと。ところに来てくれました。ちょうど坊ちゃんが会議の作成に関する話をしようとしていたところなんです。会長は自身の過去の経験と数値に基づいて話すのが好きなんです。もちろん私たちにもそれは可能です。会長と玉空様も到着しました。準備はよろしいですか？私も準備できたよ。正式に交渉をする前に手持ちの材料を確認しましょう。これは金人口復興計画の最も分かりやすい成果です。さらに金人口が商業的に息を吹き返した証だという点も重要です。このお金は金人口商業区入札の保証金として使われます。銅工房は不当と提携するようになってから業務範囲が広がり、利益と同時に評価も上がっています。多くの顧客が名声を聞いて来店し、客数は上昇を続けています。これは会長の推測とは真逆です。この資料から金人口の繁栄は時代によるものだと分かります。最も輝かしい時代と比較しても金人口の取引量は現在とほぼ変わりません。公開会議が始まります。今日は招かれた私が天白氏を代表して金人口商会の公開会議の司会をさせてもらうわ。秘書さん、あなたたちの方は全員揃っているかしら？こっちは全員揃ってるよ。で、会長は？ここにいる。あなたが会長なの？そうだ。この老いぼれとて公の場に出たくはなかったが、今日の会議は金人口の未来に関わっている。だから出席せざるを得なかったのだ。どうした？鉄の塊と向き合って怖くなったのか？あなたは話がわかる人のようだ。皆を集めたのはあなたたちの雑談を聞かせるためではないわ。会長、金人口に対するあなたの計画と考えを述べてもらえるかしら？金人口に対する若者たちの情熱は理解できる。私も同じものを持っているからな。私もここをさらに繁栄させたいと考えている。カンパニーは金人口を物流中継倉庫へと改造しようと計画している。あなたたちがしようとしていることの本質はカンパニーと同じだ。過度な開発は客人たちの観光に影響を与える。そうしたら金人口を訪れる観光客が減ってしまうだろう。これが現実だ。
観光客は減ってなんかいないよ。この数値は同工房が不当と提携してからの売上高の変化と来店した観光客の人数の変化を記録したものです。上昇が続いているだと？ありえない。まさかあなたたちはハッタリを言っているのか？あなたの方が私よりも秘書さんのことを理解しているはずよ。彼女は偽の数値であなたを説得しようとする人間なの？これはただの例に過ぎない。私を説得するにはまだ不十分だ。会長、もし私ならこの例を一般的なものにしてみせるけどね。お店のことを考えられない紹介に意味なんてないよ。ふむ、あなたたちは私が過ごした時代を経験していないから私が固執する理由を理解できないのだ。かつての金人口は私の固執を選んだから今ではたどり着けない商業の奇跡を生み出すことができた。今言った過去の話は客観的じゃないよ。この資料は一番繁栄していた頃の金人口の取引量が今とほぼ同じってことを証明してるよ。だがあなたたちは飛び交う気候帳まで計算に入れている。そうだけど、それが何だっていうの？過去と現在は直接比較することはできない。当時の環境、あなたは過去のやり方を直接今に持ち込むことはできない。なぜなら当時の環境は今とは完全に違うからと言いたいのだな。結局私はあなたたちと同じ結論に達したようだ。会長、私から見れば金人口は過去を忍ぶための幻影ではありません。金人口は人のためにあります。人が変わっていく限り金人口も変わっていくべきなのです。ふむ、どうやら会議の結論は出たようね。解散しましょう。この前はカンパニーの代表を怒らせて、今回は会長を黙らせるなんて、あんたっては本当にすごいよ。メイキとボッチャの用意した材料はどれも重要な鍵だったね。会長のことを知ってる私の推測でしかないけど、きっと彼は安心して金人口のことをあなたたちに任せてくれると思うわ。金人口で会長のことを信じてる老舗は少なくないわ。彼らの会長に対する支持はあなたたちの復興計画の障害となる。でも会長が公開会議での弁論を求めたことで交流を拒絶していた店舗たちもあなたたちの理念を理解。実は結構心苦しいんだよね。だって金人口の敵は会長じゃなくてスターピースカンパニーなのに。カンパニーも敵ではないのかもしれませんよ。カンパニーはもちろん参加しますよ。私は正々堂々と金人口の経営権を手に入れます。あんたカンパニーの人間だったの？召喚は長楽店の業務を担当してるカンパニーからやってきた代表者よ。あんた！私はもともと現任の会長をその座から引きずり下ろすための手助けをするつもりでした。しかし後から私たちは同じ志を持つ友だと分かったんです。皆さんも不当の重要性を認識しているのに、金人口に青函貨物船が所狭しと止まっている様子を想像し、カンパニーが金人口を手に入れたら、あん
たにな。どうやら私は自信過剰になってしまったようですね。努力のおかげでこれで不当はより多くの点。最近金人口を訪れる観光客が増えました。千人総会茶を買うときに列に並ばないといけないほどです。先日障子見の円錐さんに須匠さんが手だ。ありがとうございます。須匠さんは障子見である。落ち着いて。立ちなさい。落ち着いて。さようなら。炎の槍を断ち切れ。共に散れ、スターレインファントム。パオズは大きくて、ジャオズーは小さい。俺は王、こっちはない。
金人口の由来を知ってるか？パオズは大きくて、ジャオズーは小さい。パオズ数個でお腹いっぱい。食べられんのじゃ。そう思うでしょ。金人口の金看板なのに。障子見の円錐は以前は会長派だったんだ。彼女は明記の計画を聞いて不当と提携しようとしてるから今が好機だよ。あ、障子見の出前のことじゃない？それだけじゃないよ。明記が金人口を宣伝するいい機会だって言ってたの。
だから金人口紹介と庄島の共同企画を提案したんだ。庄島のお弁当を買うだけで無作為で白露様の影絵図をもらえるんだよ。どう？待て、おかしいじゃろ。もし探偵士のやつらと長老たちに知られたら、絶対にわしが自分の身分を大切にしておらぬと怒られるではないか。実はもう円錐に話をつけてあるんだ。開催期間中、白露様はただで庄島の料理を飲み食いし放題。主の案に賛成しよう。円錐に会いに行こう。では金人口紹介庄島共同企画について話し合いましょう。簡単に言えば、庄島が特別共同企画定食を提供するの。お客さんたちがその定食を注文すると金人口の買い物券をもらえるんだ。それだけじゃなくて、確率で金人口広報大使を務める白露様の影絵図も入手できる。定食の内容は円錐に決めてもらいたいの。でも形式から考えると、超お得お一人様定食、嬉しいお二人様定食、もしくは彩り家族定食になると思う。庄島のお客さんたちがお腹いっぱい食べた後に金人口に戻ってブラブラできたらいいなって思ってるんだ。何かの宣伝なら有名人を起用しないとダメでしょ。白露様は竜尊で探偵師の名医でもあるからすごく有名なんだよ。白露様が金人口の宣伝をすればきっとたくさんの人が来店してくれると思うんだ。その件に関しては専門外なので皆さんにお任せします。わしに任せろ。いいえ、どんな影絵図を撮るんじゃ。3つの主題に沿って撮るってのはどう？1つは白露様と金人口入り口、もう1つは白露様と気候町、最後は白露様と小さな仲間たちとか。金人口で撮るからいいの。じゃあ早速撮影を始めよう。そうそう、かわいいね。撮るよ。白露様、もっと自然な表情をして。私はあまりわからないから、あんたが代わりに広告文を考えてくれない？それは硬すぎんか。広告文は明記に考えてもらおう。次の撮影場所に行こうか。
3、2、1。こんな時なんか言った方がいいよね。3、2、1。はい、チーズ。また広告文を考えてくれない？なんだかわし…最後の一文字を発音したときに顔が笑ってればいいんだよね。一日一善、困った人は助けるべし。べしべしべし。おお、主は少し黙るべし。またまた、こ、お願い、これ。本当に何も思いつかんようじゃな。広告文は…先ほど円水さんが不当との提携に同意してくれました。白露様、これからは探偵士にいても障子見の味を楽しめるよ。いい知らせじゃん。出前が始まれば店に厨房の人員を増やす必要がありますね。秘書さん、お尋ねしたいのですが、落札できると言い切ること。本当ですか？よかった。やった。何をしようと観光客の方が通りを飛ぶ気。校長が増えたとおっしゃっていました。あなたも。
見上げてみてくださいね。カンパニーが何をしようと金
金人口の復興計画はまだ終わっていません。架空運輸の英風さんは気候町を兄弟と呼んでいます。さらには絶対に兄弟を見捨てないとも言っています。
カンパニーが何をしようと、金人口はいい意味で店舗が抱えている問題を解決し、信頼を得ることこそ紹介がすべきことです。ちょうどお伝えしたいことがあります。この段階の収益目標を無事、紹介は皆さんの期待を裏切ることなく、またこのお金は不当全体の修繕と拡張、
長い間頑張ってくれた。秘書さんから話は聞いてるよ、天使。到着した。この古びたから名機が初めて、あなたたちは不当の賃料問題を解決した後、ここを今になっても行くといい。まだ早いし、どこかへ行く？坊ちゃんは謙虚で礼儀正しく、親しみやすい方です。彼がスコート代表と一緒に仕事をしていたなんて。今まで私は、でも、この先が四神宮で、私も入札が始まる前に、これが金人口復興計画の中、私たちが持つ十分な資金。正直が特別共同企画的。さらに重要なのは、会長が収集した意向調査には、さまざまな店舗、現在はより多くの店行きましょう。今日は招かれた私が天白市を代表して金人口商業区の入札会の司会をさせてもらうわ。双方の代表が到着したわね。早速入札審査を始めましょう。双方の代表には入札資料を提出してもらうわ。天白市は経営目的や出資比率、資本金などの関連資料を審査する。次は入札者から金人口の今後の経営理念を天白市入札審査会に説明してもらうわ。これは私が特別に手配したの。あなたたちに自由に討論する時間を与えるわ。そこでお互いの意見を十分にぶつけ合うといい。ないと思います。入札が終われば結果を待つだけです。しかし玉空様は私たちがしっかり討論することを望んでいます。そうすれば相手の観点によって自身の考えを補う機会を得られるからです。では坊ちゃん、あなたから始めましょう。金人口に関する計画と考えを説明してちょうだい。金人口商会の皆さん、お元気ですか？商会は不当の物流を利用し、賃料を支払えただけじゃなく、入札資金まで調達することができました。これは不当の重要性を十分に示しています。カンパニーはさらに一歩進み、不当の物流効果を開発したいと思っています。金人口を銀河で有名な商工にするんです。これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口復興ではないでしょうか。
金人口の店舗たちはそんな風に考えてないよ。これは金人口の店舗たちから集めた意向調査です。この中の大部分の人は紹介と提携を結び、現在の経営の仕方を保ちたいと考えています。その中には同工房も含まれています。父は頑固で時代遅れな職人です。あの人の意見を参考にする必要はありません。多くの金人口が期待していたとしても、彼らに先見の明と卓越した知識があるわけではありません。明記、金人口に対する紹介の計画と考えを説明してちょうだい。坊ちゃんは不当を強みだと考えているようですが、紹介としては店舗こそが最大の強みだと思っています。紹介にとって店舗はなくてはならない存在です。紹介は金人口を新たなラフ一の夜市にしてみせます。ラフ一の夜市？カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ金人口を訪れると言うんです？人々はもう一番の夜市なんて気にしていませんよ。金人口は歴史の変遷の中で好機をつかみ、自身の役割を変える必要があります。金人ラフ一の夜市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに商業中心地が生まれました。誰がわざわざ金人口を訪れる？人々は常に金人口の美食街を必要としてる。これは紹介と庄島が一緒に開催した共同企画だよ。宣伝用の贈り物や買い物券とかのおかげで、金人口でお金を使ってくれる観光客はこれまでの倍以上に増えたんだ。ほら、美食街は今でもみんなにとって重要でしょ。坊ちゃん、あなたは地元の大部分の店舗を追い出し、それと引き換えに莫大な資金を投入して港口を建設し、約束した復興を実現するんですね。私たちが選びたいのは最も金人口らしい未来です。自由に討論する時間はこれで終了よ。双方は帰って審査会からの知らせを待つように。お疲れ様。申し訳ありません、ぼーっとしていました。遊学から帰ってきた坊ちゃんは昔よりずいぶん落ち着いたと聞きました。あなたの言う通りです。考えていたんです。今私たちは紹介のやり方に確信を持っていますが、それは実際私たちの経験と視野にとらわれた確信です。ごめんなさい、長く話してしまいました。私は先に不当に戻りますね。紹介が落札できたと思わない？遅すぎるよ、もう間に合わないってば。私は何もせずに待ってるだけなんて嫌。先に金人口に戻るよ。じゃあね。
パオズは大きくて。いらっしゃったんですね。お二人は無理やり手伝わされたのですから、お礼を言わないといけません。あなたたちが金人口と紹介のために尽力してくださった全てに感謝します。本当にありがとうございます。そう、必要ないよ。いえ、お二人は金人口のためにいろいろ手助けしてくださいました。その功績は偉大ですから、これぐらい当然です。最近は時間に余裕ができてきたので、いろんなことを考えるようになりました。会長の経験がその判断を形作り、坊ちゃんの経験がその判断を形作っている。私たちもそうですよね。みんなそうだよ。経験がそれほど重要なら、私はもっと多くのことを経験する必要があります。金人口を復興させる方法はその中にあり、外にもある。私は同じ場所にとどまっているわけにはいきません。だから坊ちゃんにお願いをして、ピアポイントでの実習を手配してもらいました。そろそろ出発する予定です。そこでお二人には、私がいない間の金人口の管理をお願いしたいと思っています。会長も協力してくれます。ああ、貨物整理と物流計画を続けたいなら、不当に来て私を探すといい。皆さんとはしばらくお別れです。学を収めてここに戻り、またお会いできる日を楽しみにしています。一気にことが一段落したって感じがするね。最初は頼まれたら必ず応じるを実行してただけなのに、私たちだけでこんなに善行しちゃうなんて思わなかったの。あの時は引くわけにはいかなかったじゃない。それに私たちは勝ったでしょ。思ったんだけど、金人口っていつも幸運に恵まれてない？私の気のせいかな。もちろん私たちはすごいけど、それでも金人口はすごく運がいいと思うんだよね。揉めたり互いに不信感を抱いたりすることはあったけど、争いも矛盾も全部金人口が良くなるためだった。今までに純粋に悪いことをするだけの人がいたら、こんなに順調にはいかなかったと思う。あ、スコートは別だよ。あいつはあれこれ悪いことを考えてたけど、かえって間抜けに見えてた。それならカンパニーはもっとやりたい放題で、だから思うんだよね。あ、うん、私もそう思ってる。きっと金人口を愛する気持ちのおかげ。ほんだ、じゃあ今から慣れて。考えに浸ってるけど、金人口もし困ったことがあったら。またあなたに面倒をかけるな。仕事を始めよう。